こんにちは。8月18日木曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。まずは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの4つの話題を中心にお伝えいたします。まずは新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。はじめに4回目の接種についてです。対象は接種券を持ちで3回目接種から5ヶ月が経過した方のうち60歳以上の方か、もしくは18歳以上で基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認めた方、医療従事者及び高齢者施設などの従事者です。3回目の接種を完了した18歳以上の区民の方全員に接種券を順次発送します。60歳未満の方は接種券に同封しているチラシをご覧の上、ご自身が接種対象者に該当するかご確認ください。次に、すべてのワクチン接種会場で予約なしの接種を実施しています。対象は接種券をお持ちでご覧のワクチンごとの要件を満たす方です。会場や曜日によって接種できるワクチンが異なりますので、豊島区ホームページをご覧になるか、豊島区ワクチンコールセンターまでお問い合わせください。接種会場には必要書類を必ずご持参ください。武田社ワクチンのノババックスのご案内です。対象は1、2回目接種を希望する12歳以上の方、3回目接種を希望する18歳以上の方です。4回目接種はできません。接種会場は池袋保健所で行っています。ワクチン接種をご検討ください。理美容店に行けない方向けに自宅へ出張しヘアカットをするサービスを行っています。対象は豊島区に住所を有する65歳以上の方のうち要介護4以上の在宅高齢者です。お申し込みは区内8カ所にある高齢者総合相談センターです。利用には申し込み後に届く理美容券に記載された電話番号にお電話で予約をお願いします。予約日に訪問理美容の知識や資格を持った安心できる理美容師がご自宅に伺います。利用回数は毎年8月から年間6回で、費用は介護保険所得段階1から3の方は無料、4以上の方は1回1400円です。車椅子やベッドでのカットも対応していますので、積極的にご活用ください。東京都は家庭向けに東京クールホーム、事業者向けに東京クールビズとして電力の確保に向けた取り組みを広く呼びかけています。取り組みのキーワードは電力を H 減らす、 T 作る、 T 貯めるの HTT です。この夏に向けて取り組んでいただきたい対策を紹介しています。省エネ行動として身近にできることから取り組んでいきましょう。詳しくは東京都環境局のホームページをご覧ください。また豊島区のホームページでも一人一人が取り組める省エネ行動を紹介しています。ぜひご覧いただき、ご家庭でできる節電方法やクールビズにご協力ください。そして省エネルギー機器の導入に関し一部助成も行っています。詳しくは区ホームページをご確認ください。地球温暖化対策のためにも私たち一人一人の節電などの省エネ行動が大切です。無理のない賢い取り組みで省エネを定着させていきましょう。マイナンバーカードの申請について、手続き方法がわからないといったお困りの方向けに、申請のお手伝いを行うマイナンバーカード取得促進キャンペーンを開催しています。東部西部区民事務所では9月30日金曜日まで、豊島区役所本庁舎3階304会議室では令和5年3月31日金曜日まで行っています。いずれも土日祝日を除く
平日午前9時から午後4時30分までです。持ち物は ID 付き申請書、もしくは通知カードや個人番号通知書など個人番号がわかるもの。ない場合は本人確認書類などが必要です。詳細は区ホームページをご確認ください。なお、マイナポイントのお申し込みはマイナンバーカードを9月末までに申請された方が対象です。まだお申し込みされてない方はぜひ今回のキャンペーンを利用してみてはいかがでしょうか。熱中症に気をつけましょう。熱中症予防のポイントを紹介いたします。エアコンを使いましょう。こまめに水分を補給しましょう。体調管理と食事をしっかりとりましょう。屋外に出る際は熱中症対策用品を積極的に使用しましょう。9月30日までは日常生活に無理のない範囲で節電にもご協力ください。池袋保健所からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症陽性の方が急増しています。こまめな手洗い、手や指などの消毒、密接、密集、密閉を避けた行動、ワクチン接種など引き続き感染予防にご協力をお願いします。なお、保健所では入院の対象になる方、重症化リスクの高い陽性者の方を中心に電話で連絡しています。陽性になられた方へは各種問い合わせ先などを記載したショートメッセージを順次お送りいたしますので、ご確認の上療養をお願いします。詳しくは豊島区ホームページ、新型コロナウイルス感染症に罹患された方、濃厚接触者の方へをご確認ください。一人一人の行動が大切な人と私たちの日常を守ることにつながります。ぜひ感染対策を徹底いただきますようお願いします。以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。今回は障害者アートについて。障害のある方のアート事業への参加とその作品の魅力に触れる機会についてお話を伺います。では本日のゲストです。保健福祉部障害福祉課、星田京子さんにご出演いただきます。星田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、早速ですが、豊島区では様々な障害者アートに関する事業というのを行っているんですよね。はい、障害のある方の作品を展示したり、作品の制作をするための教室を開催するなど、美術作品の芸術性や制作活動を広く紹介していくことで、障害のある方への理解を深め、社会参加を促進することを目的として取り組んでいます。はい、障害のある方の文化活動を奨励するとともに、福祉と文化の融合を図っていきたいと考えています。福祉と文化の融合、大事ですが、ではここからは区内で開催しているアート事業についてご紹介をお願いいたします。はい、まずは街角回遊美術館です。今年度は終了しておりますので、ご紹介だけになってしまいます。5月12日から25日まで池袋消防署で開催されました。来年度も開催する予定です。日時、会場など決まりましたらまたお知らせしたいと思いますので、どうぞご期待ください。毎年にぎわっていますよね。続いてのご紹介は、東京メトロ副都心線池袋駅構内エチカ池袋ギャラリーで開催されます障害者アート展です。10月の1ヶ月間個性あふれる作品の展示を予定しております。こちらも詳細が決まりましたらまたお知らせしたいと思いますので、お仕事帰りなどにご覧いただけたらと思います。今から楽しみですね。はい、ではアート事業に関することで、はい、
現在募集中のものはありますか？はい、障害者アート教室が今まさに募集中です。はい、アート教室というとハードルが高そうに感じてしまいますが、初めてでも安心して楽しく参加できる教室です。いろいろと準備するものがあったり、上手な人が多いのかなと不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん気軽に参加していらっしゃいます。作りたいものが思いつかなくても講師に相談することができます。作りたいものということは、この参加者の皆さんが全員同じものを作るわけではないということですか？そうなんです。みんなで同じものを作るのではなく、作りたいものが作れます。全10回の連続講座ですが、毎回違うものを作ってもいいですし、はい、10回かけて一つのものを作ってもいいんです。費用は無料ですが、材料を自分で持ち込むこともできます。もちろん講師が用意した材料を使うことも可能です。なるほど、作るものに制限はないということで、はい、絵画以外にもいろいろと挑戦できそうですね。そうですね、はい、絵画以外では具体的にどのような作品が出展されているのか知りたい方もいらっしゃると思います。はい、今回は作ってみたいもののヒントとなるような絵画以外の過去の作品を3点後ほどご紹介させていただきたいと思います。アート教室で制作された作品は、来年3月に開催予定の障害者美術展であるときめき創造展にアート教室作品展として出展することができます。はい、ぜひチャレンジしてみてください。募集内容はこちらの通りです。障害者アート教室、ぜひねチャレンジしてみてください。今のお話に出てきましたときめき創造展、はい、こちらはどういった展示なんでしょうか？はい、障害への理解と障害のある方の社会参加の促進を目指して平成20年から開催されている豊島区主催の公募による美術展です。はい、毎年3月に開催しておりまして、絵画や書または写真や造形など平面作品から立体作品まで個性あふれる作品がたくさん出展されています。豊島センタースクエアで開催していましたが、新型コロナウイルスの影響で令和2年度3年度はオンラインで開催いたしました。そうだったんですね。ではこのオンラインでの開催だったということは、はい、もしかして今も見ることができるんでしょうか？もちろんです。ご覧の QR コードまたは豊島区ホームページでときめき創造展と検索していただきますと、第13回から第15回までのときめき創造展に出展されたすべての作品と過去のアート教室作品展の作品をオンラインでご覧いただくことができます。ぜひアクセスしてみてください。はい、今ちょっとね画面の文字を見て、このときめき創造展のこの創造という文字なんですけれども、どんな意図があるんですか？はい、この創造という字には、豊かな発想から独創的な作品を作り出すという意味が込められておりまして、発想の創と作るという文字を当てています。第2回豊島区障害者美術展に来場された方によって選ばれたものです。ときめき創造展では審査がありまして、最優秀賞、優秀賞3作品、区長賞、社会福祉協議会会長賞、審査員特別賞4作品、アゼリア賞が選ばれます。今年度の作品の募集は12月を予定しておりまして、広報豊島やホームページでお知らせいたします。審査基準はただ上手なだけではなく、独創性、自由な発想、今後の作品に
期待が持てる作品を高く評価しているので、気軽に挑戦してみてください。アート教室作品展には審査がありませんので、まずは障害者アート教室にトライしてみてはいかがでしょうか。どちらもね、こうどんな作品ができるのか非常にね楽しみですよね。はい、さあそれではここで先ほどの絵画以外の作品ということで星田さんにご紹介をお願いいたします。はい、それではときめき創造展から2点、アート教室作品展から1点、豊島情報スクエアでは未公開の絵画以外の作品をご紹介させていただきます。楽しみ。まずはときめき創造展の作品からご紹介します。はい、武井悦子さんの紙で作ったカゴです。作者の方からは楽しんで作りましたというコメントをいただいております。こちらよくご覧いただきますと、紙の表面に小さな点がいくつかある部分がございますが、実は点字を打つ紙で作られたそうなんです。不要になった展示用の紙で作られたとってもエコな作品でもあります。展示を打つ紙から作られた立体作品、はい、すごいですね。そうですね、はい、続いては中原よし子さんの作品です。作者の方のコメントです。はい、ペイトで字を書きました、ビーズがポイントですとのコメントをいただいております。なぜネズミかと言いますと、はい、この作品は2年前の第13回の作品なのですが、その年はネズミ年だったんです。なるほど。一つ一つの文字を見ましても色のバランスがとてもいいですし、全体で見ましてもそれぞれの文字が引き立て合っています。コメントの通りビーズを加えることによってさらに素敵な作品になっています。うん、糸で字を書く豊かな発想でカラフルなネズミ可愛いですね。そうですね。はい、最後はアート教室作品展から青木靖子さんの作品です。はい、こちらは器に綺麗なお花を描いています。うん、何かを入れて使ってしまうのはもったいない気がしますね。そうですね。インテリアの一つとしてお部屋に飾っておきたい作品です。はい、お友達へプレゼントしても喜ばれますね。確かにそうですね、可愛らしいですよね。はい、今回は絵画以外の作品をご紹介いたしましたが、もちろん絵画もお待ちしております。はい、絵画ではアクリル絵の具を使った作品が多いのですが、アクリル絵の具とクレヨンですとか色鉛筆と組み合わせて描かれた作品もございます。またいろいろな色のセロハン紙を貼って作った作品や、手に絵の具をつけて紙の上で自由に表現した作品もございます。そうなんですね。さまざまな障害者アートがあるということでね、お伝えしてきました。はい、さ障害者アートを楽しもうということで、では最後に視聴者の区民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、豊島区では障害のある方の独創的な感性から素晴らしい作品を生み出せるきっかけを作り、誰もが主役になれるチャンスを持つことができるよう、さまざまな機会を通じて芸術作品の発表の場を提供しています。障害のある皆さん、今年の秋はアートに挑戦してみませんか。障害のない皆さん、まずはオンラインで作品をご覧になってみてはいかがでしょうか。本日のゲストは保健福祉部障害福祉課から星田恭子さんにご出演いただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。次回の豊島情報スクエアもお楽しみに。生放送は午前11時からです。ではまたお会いしましょう。さようなら。